かねえ。このままじゃ俺は。こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目ホカゲ。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前、どうして？ん？だって、お前の名前は俺がつけたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ、俺ってば。ああ、俺はお前の父ちゃん。すまなかった。ずっと一人にして大変だったよな。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が父親ずらして謝るのも違うかな。父ちゃん。でも安心したよ。安心したって？お前がみんなの意思を背負って俺が期待していたようにまっすぐに育ってくれて。みんなの意思？ああ、こうして見ているだけでわかる。お前の中にはジライア先生やカカシ、三代目様、それに里の人たちの意思が見える。そしてそれをお前はしっかり受け取って進んでるってね。そうかな。昔の俺と同じだよ。父ちゃんと？ああ、俺もいろんな人の意志を、思いを背負っていた。そして大切なものを背負っていた。ナルト、今のお前と同じようにね。願い、理想、夢、俺の背には様々な意志があった。それを叶えるために俺は悩み考えながら、それでも少しずつ前に進んでいた。そして次の世代につなぐために、特に部下の畑かかしや内葉帯人には忍びにとって大切なものを知ってもらえるよう、何度も拳を通して言葉を交わした。さあ、これから君たちの力を見せてもらおうか。なんでお前なんかと一緒に。足を引っ張んないでちょうだいよ、オビト。てめえ、カカシ！その言葉、そっくりお前に返してやる。戦闘開始。一瞬だ。勝負相手だ。行くぞ。
諦めてない。もう時間はかけない。俺も戦うじゃん。遅い。地球チームワークが足りてない。今のままでは君たちは二人のチームワークに難があることは以前からの課題だった。特にカカシはすでに忍びとしての実力が高いがゆえに仲間を思う意志が足りなかった。逆にそれが分かればカカシは本当の意味で強くなるだろう。思えば俺自身も先人たちから忍びにとって大切な意志を教えてもらった身だ。特にジライア先生は本当に様々なことを俺に教えてくれた。俺が死の元を離れ独り立ちしてもまるで成長を確認するかのように何度も拳を合わせてくれた。四代目火影の就任が決まりかすかに不安を感じていたあの時も、火影の座までついに上り詰めたか、ミナト。俺の力で里を守っていけるでしょうか。不安か。ならば久しぶりに手合わせと行こうか。ちった不安も紛れるだろう。差し詰め、火影足りうるかの試験ってとこですね。よろしくお願いします、ジライア先生。戦闘開始。勝負は一瞬だ。先生のおかげで心が軽くなった気がします。ジライア先生は不安に駆られる俺のためにわざと負けてくれたのかもしれない。でも
おかげで随分と心が軽くなった気がした。確かに火影という立場は重い責任がつきまとう。だが何事もやってみなければ結果はわからない。それに俺は一人じゃない。師、友人、部下、そして愛する者、俺の周りにはかけがえのない人がたくさんいる。だから俺はおかげとして強くなれるはずだ。俺はおかげの道を歩む覚悟を固めることができた。そしてきっとその覚悟を感じ取ったのだろう。ある時、三代目おかげ様が俺に手合わせを申し出てきた。その真意、俺はすでに分かっていた。三代目様、俺と戦う理由は、お前ほどの男ならばもう分かっているだろう。さあ見せてもらおうか。はい。戦闘開始。勝負は行くぞ。どうじゃ。ありがとうございました。三代目おかげ様。俺は勝利を収めた。だがここで必要なのはそんなことではないともう分かっていた。三代目様は拳を通して俺の意志と覚悟、そして俺の背負うものを確かめに来たのだ。戦いの後、三代目様は優しく微笑み、その場から去っていった。ここから俺は四代目火影として歩み出した。火影の日々は俺にとってかけがえのないものだった。人々の笑顔が嬉しかった。みんなの幸せが俺の幸せだった。だが九尾の出現、突然の襲撃に里は混乱し、壊滅的な被害を受けた。俺は九尾を操っている者がいると分かり、黒幕を探し当てるため奔走した。そして戦闘開始。ラフンガン、おー
だよ。こいつの正体も気になるが、でも今は九尾を止めなければ。仮面の男は何とか退けることができたが、最後の最後まであの男には余裕が感じられた。間違いなく後の世界に災いをもたらすものだ。九尾を封じ、そしてあの男へ対抗できる力を持つ。それを成すためには俺が取るべき方法は一つしかなかった。それは息子に九尾を封印し人中力とすること。俺の息子なら人中力として未来を切り開いてくれる。あの男にも立ち向かっていける。あの時なぜかそう確信した。そしてそれが親として子供に残せる唯一のものになった。俺が四代目火影として背負っていた様々な意志、それをナルト、全てお前に託す。お前ならできるはずだ。なぜならお前は俺の息子だ。お前なら必ず。面の男、そいつが父ちゃんを。後悔はないと言えば嘘になる。仮面の男によって里は破壊され、そして結果としてお前を一人きりにしてしまったんだからね。でもね、あの時の俺は少なからず満足感があったのは事実だよ。なんで？最も大切なものを守ることができたからね。大切なもの、それって？もちろん、ナルト、お前のことだよ。お前は俺の子供だ。俺と母さんにとって一番大切な、大切な息子だ。お前が元気に生きてくれている。それだけで俺も母さんもすごく嬉しいんだ。それに様々な人たちの期待を背負って意志を抱いて前に進んでいる。俺はそんなお前を誇りに思う。お前の戦いはまだ終わらないだろう。これから先も苦しいことや辛いことがたくさんある。父としてお前と共に生き、お前と共に進むことができないのは残念だ。だけどナルト、俺はお前を信じてる。もう俺は負けねえ。これからもずっとずっと前に進んでみせる。絶対に諦めねえ。
まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だ。それに俺っては父ちゃんの息子なんだし。あとのことは頼んだよ。父ちゃん。さて、そろそろ時間だな。俺のチャクラに突きかけて。そんな顔するな。俺はいつもお前と共にある。言ったろ、いろんな意志がお前の中にあるって。いつでもお前のそばに、いつでも俺はお前を応援している。いつでも一緒だ。ナルト、俺の息子に生まれてきてくれてありがとう。